マリコさん、ここに来る前のあなたの話聞かせてもらえないかしら。いいわ、話してくれる？マリコ、食らっちまった。邪魔をするなら
騒ぐな。今は儀式の準備で忙しい。どこに？帰ったらそこにお前の居場所があるとでも？そんなことはありえない。第五教団の偉大なる指導者だよ。何がおかしい？何を考えてる？
起きたか。何を言ってる。俺の意志で。俺に触るな。どうでもいいけどよ、ずいぶん余裕ありそうじゃねえか。お前の気をたどってきた。洞窟の中はちょっと困ったけどな。ああ、滝子があんまり頼むもんだからよ。おっと、勘違いすんなよ。滝子に頼まれなくたって来るつもりだったんだからな。侵入者。お出ましか。おいチビ、お前の相手してる暇はねえんだよ。痛い目見たくなきゃどいてろ。マリコは待たさない。カチンときたぞこの野郎。マリコをほったらかしておいて何が渡さねえだ。
ねえ、ウルキ。二丁上がりっと。ありがとうよ。助かった。マリコは何ともないか。よし。さっさとこっから出るぞ。他の奴らと合流してから出直しだ。無理だ。気絶した奴らを運んでる余裕なんかない。それに途中で目を覚まされても厄介だろ。どうせまた後で顔を合わせることになるんだ。まだ機会はある。無事で何よりだ。それはいいのよ。ウルキ、本当にありがとう。ああ、まあな。第五の神か。まさかそんなものが存在するなんて。Thank you.
最初の予定が随分狂っちまったが、今夜あの教団を叩く。それでいいか。ええ、やってやろうじゃねえか。いろんな、お前忘れてねえか。明日であれから7日目だぞ。いや、祭壇に鏡を掲げれば帰れるというのは信憑性は高いが、確証があるわけではない。それを考えれば今夜が限度だろう。そうね、鏡が明日まで持つという保証もないもの、早いに越したことはないわ。そういうことだ。それ以上はマリコも匠も危なくなる。本当は昨日の夜仕掛けちまいたかったんだがな。いや、どっかの七星子が遅れてこなきゃマリコがさらわれることもなかったと思うんだけどな。おい、引き継ぐ。どうせ富手がまたバカなことやって遅れたんだろう。さてな。ウルキ、てめえ喧嘩売ってんのか。教団叩く前にてめえを叩いてやろうか。タキコ。ふん。今は喧嘩なんてしている場合じゃないでしょ。悪かったな、ブルキ。悪かったな、マリコ。おい、これはこれは皆さん、お揃いで。こんばんは、マリコ。いい夜ですね。とりわけ、第五教団を叩くにはいい夜だ。てめえ、どういうつもりだ。
つものコソコソした戦法はもういいのか。ウルキ待て。第五教団と言ったな。お前何を知っている？何も知りませんよ。ただ単に彼らが邪魔になったので消しに行こうと思っただけです。第五の神など降ろされては困る。もちろん玄武も降ろさせはしませんが。